シャルル・ドレストランは、フランスの軍人。フランス本土占領期に、フランス秘密軍の指揮官を務めた。1879年、フランスドカレー県ビアッシュ・サンバストに生まれる。1897年、サンシール陸軍士官学校に入学し1900年10月1日少尉に、任官第16不評連隊に配属される。第一次世界大戦に参加し、 同年8月30日にシャノワオーボンコール付近の戦いで捕虜となる。その後、捕虜収容所で4年間を過ごし1918年12月に解放された。戦後も軍隊に残って飛行士団から成り立つ近代軍の主要な支持者となり1930年にはベルサイユ戦車学校で勤務する。1932年大佐に昇進し、第505戦車連隊長に着任。 1936年、少々に昇進示すに駐屯する、第三戦車旅団長に着任する。1939年3月に、予備役に編入されるが、第二次世界大戦勃発に伴い同年9月現役に、復帰、フランス戦では、シャルル・ド・ゴールが師団長を務める、第四予備機構師団付となり、アブビルにて、ドイツ軍に対し逆襲を仕掛ける。フランスが降伏した後、 ブールガンブレスに退却する。1940年7月、フランス軍の大部分は解散されたが、ドゥレストランは、急戦を拒絶して、地下抵抗活動に身を投じることとなる。アンリ・フルネによって、フランスのレジスタンスに加えられ、ロンドンに亡命しているド・ゴールを訪ねた後に、秘密軍隊の戦闘に立つことに同意する。フランスに戻ったドゥレストランは、 ベルコールを中心に抵抗運動を指導する。1943年3月15日に起きた一連の逮捕劇により、ドゥレストランの部下たちの多くが死亡した。1943年6月9日、密会に行く途上ー・パルメトの9号線、ラミュエット駅においてゲシュタポに逮捕され、ルネアルディの逮捕を知る。逮捕後9ヶ月間、ドゥレストランは、目標を貫いた。 1944年3月10日、ナッツ・バイラー強制収容所に抑留される。その後連合国軍の侵攻により移送されることとなり、ダッハウ強制収容所に移される。1945年4月19日、ダッハウにて SS によって銃殺される。ありがとうございます。